マリアカルラボスコーノマリアカルラボスコーノはイタリア出身のファッションモデル。私服の着こなしのうまさからしばしばバックステージでの姿がスナップに収められるウーマンミラの所属。身長177センチ。ローマで生まれるが父親の仕事の都合により幼い頃から国外で育った。初等教育を受けたのはプロビデンスやキーウエストであったが娘を イタリアで教育を受けさせるため両親は再び帰国。しかしマリア・カルラが9歳の時に、一家はアフリカへ移り住み、マリンディとモンバサに近い村で暮らした。17歳の時、モデルにスカウトされるが学業を優先させた。高校卒業後、ニューヨークへ移り、DNA モデルマネージメントと契約。防具の表紙を皮切りに、多くのメゾンのショーに引っ張りだことなった。 シャネル、ブルマリン、エトロ、ジバンシー、イブ・サン・ローラン、ジャンポール・ゴルティエのキャンペーンモデルを務めた。スウェーデンのファッションブランド、H&M のスポークス・ウーマンを務めている。2006、2007周到コレクションでは、黒髪を金髪のベリーショートヘアにし、ジーン・セバーグのような出立ちで注目を集めた。2007、春夏コレクション、2007周到コレクションには、不参加。 パリで行われたクリスチャンディオールの2007秋冬コレクションのランウェイに立ったが、すでに髪を元の黒髪に戻した。ありがとうございます。